私は清美、レオナという5歳年下の妹がいます。私が夫の義弘と結婚して実家を出てからの2年ほどの間、実家住まいの妹とは疎遠になっていました。そんな妹から久しぶりの LINE が来ました。私はまず喜び、そして驚き、怒りが湧きました。こんなに大きな感情の変化を感じるのは初めてのことでした。お姉ちゃん久しぶり。久しぶりだね。急にどうしたの？何かあった？何かなくちゃ連絡しちゃいけないの？そうなんじゃないけどさ。でもなんか嬉しそうだけど。うん、超嬉しい。お姉ちゃんなら絶対びっくりする。何よ、教えなさい。実は、覚悟はいい？いいから。妊娠しました。え、本当？マジです。お医者さんにも言ったもん。おめでとう。サトルくんと別れの危機とか言ってたけど、あれからうまくいったんだね。サトルは黒歴史。え、別れたの？うん。いつ？お姉ちゃんが結婚して家を出てしばらくしてからだよ。そうなんだ。じゃあ新しい彼氏できたんだね。まあね。一応聞くけど、産むよね？当たり前だし。よかった。式はあげるの？事情があるから難しいかな。お姉ちゃんの承諾を得ないと。それで LINE したんだ。承諾？うん、穏便に済ませたいから。通話なしのトークだけでいいよね。ちょっと何言ってるかわかんないな。もしかして人に言えないお付き合いしてるの？まあね。不倫とか？お、鋭い。ふざけてる場合じゃないでしょう。不倫だったらちゃんとみんなを説得してけじめつけてからじゃないとダメだよ。お姉ちゃんは不倫に理解はしてくれるの？許されることじゃないよ。でも赤ちゃんができたのならもう仕方ないとは思う。じゃあ OK ってこと？ OK というか、相手の彼は何て言ってるの？嬉しいって。責任取って結婚するって。妹が不倫して妊娠したというだけでもショックでしたが、奥さんがありながら能天気に不倫相手の妊娠を喜ぶ相手にも呆れました。しかしさらに話を聞くと、信じられない事実が発覚したのです。まあレオナが新ママになるのもそれはそれで心配だけど、相手側の奥さんは知ってるの？今知ったよ。今？うん、今。どういうこと？レオナ、真面目な話なんだからはっきり言いなさい。彼氏、ヨシヒロさんなんだよね。は？ヨシヒロって、うちのヨシヒロのこと？うん。レオナ、電話できる？工具でって最初に言ったじゃん。お姉ちゃんうるさくなりそうだから。今から会える？やだ。あんた、バカにしてんの？いつからそういうことになったの？お姉ちゃんが結婚して、ヨシヒロさんと私が知り合って割とすぐかな。ぶっちゃけ、私の方がお姉ちゃんより可愛いじゃん。ヨシヒロさんに、清美じゃなくてレオナちゃんにしとけばよかったって言われてさ。チャラいこと言う人だなって最初は思ったけど、デート重ねるうちに相性バッチリだって分かったのね。デート重ねるって。それはまあね、残業とか出張とか。それが嘘だったってこと？まあね。私の妹に手を出す夫、両親の痛みをこれっぽっちも感じていない様子の妹。一瞬だけ天地がひっくり返るほどの怒りを感じましたが、これで奴らを完全な他人として割り切ることができました。普通なら悲惨な状況ですが、グッドタイミングだったので余裕でさばいてやりました。そっか、おめでとう。あれ、ショックじゃないの？ショック受けて欲しかったの？ううん、ギャーギャーうるさくされるよりありがたい。でもやけにすんなり納得するんだね。まあ子供に罪はないし。お姉ちゃん優しい。もう離婚届出したし。は？ヨシヒロもお金すっからかんだからさ、家賃格安のアパート見つかるまで居候させてやってるんだよね。お姉ちゃん電話いい？遠くでってあんた言ったよね。今からそっち行っていい？ギャーギャーうるさいだろうからお断りします。じゃあどういうことか説明して。
ヨシヒロ、あんた以外に不倫相手いたんだよ。あ、嘘だよね。浮気癖も結婚すれば収まると思ってたんだけどね。なんか結婚前から元カノとズルズル続いてたみたいで、半年前に元カノが妊娠したんだけどどうしようって言われて、すごくない？嫁に言う？普通。いや待ってよ、私と付き合いながら元カノと浮気してたってこと？何恋人同士みたいなこと言ってんの。不倫だから、あんたのしてることは。ちょっと待ってよ、ヨシヒロが子供は諦めさせるって言うからさ、あんたの言う通り私は優しいから、子供は産ませて養育費も出してやれって。その代わり離婚するし慰謝料ももらうし、一切私は関わらないって言ってやったわ。そんな。お幸せに。いやだ、別れたいんだけど。あんたも調子がいいね。子供もいらない。ほんと無責任だね。私たちが離婚したのもその理由も父さん母さん全部知ってるから、あんたのことも言うわ。やめて、実家にいられなくなるじゃん。私パートだし部屋借りるとか無理。ヨシヒロのお金当てにしてたのに。頑張れとしか言えないな。あんたたちがどうなろうと知ったこっちゃないけどさ、子供は幸せにしなさい。元姉からの最後の忠告だよ。全てが明るみに出た妹は感動され、私の元夫と家賃の安い地方へと引っ越しました。生まれる子供が心配ですが、神経がずぶとい元妹なので、石にかじりついてでも子供だけは幸せにすることを願ってやみません。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。